こんにちは、トン吉が行くのトン吉でございます。ということで、今日はですね、今更ながらかもしれませんが、iPhone 12シリーズのお話をしていきたいと思います。iPhone 12というと、10月の16日金曜日の夜9時から予約がスタートされて、今週の10月の23日にはもう発売されるというふうな流れになっております。僕はというとですね、実はピクセルの方に気を取られて、iPhone 12まだ予約をしておりません。iPhone 12発売時の動画にもちょっと出したんですけど、今回機種によって発売日が違うとか、今回4機種出てるうちでもういろいろ仕様が異なるっていうことで、なかなか悩みづらい状況が続いているということで、改めて iPhone の比較というページを使いながら、どういうところが違うのかっていうのをね、整理していきたいというふうに思います。ということで今日の動画いってみましょう。ということで、今日もですね、どちらかというと雑談混じりの内容で撮影していきたいと思います。こちらのページ、どうやら3機種までしか並べることができないので、ここでは iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max ということで並べていきたいと思います。基本的にね、iPhone 12と12 mini っていうのが画面サイズの違いとか、あとは価格の違い、発売日の違いとかっていうぐらいで、仕様面においてはあまりね、大きな差がないと思うので、iPhone 12の方に入れる形で見ていきたいというふうに思います。ということでね、この3機種いってみましょう。ということで、まずカラーからですね。色展開は今回から追加されたパシフィックブルー、そしてゴールド、さらにグラファイト。これはスペースグレーみたいな感じですね。そして4つ目がシルバー。この4色になっております。12 Pro も色展開は同じですね。そして iPhone 12および iPhone 12 mini、 こちらは全部で5色展開になってます。ブルー、そしてグリーン、レッド、これプロダクトレッドですね。そしてホワイト、そしてブラック、この5色です。ということで、もうね、これ外観も見ていただいて分かると思うんですけど、カメラがプロ側は3眼、そして12シリーズは2眼ということになってます。プロシリーズは広角、超広角、望遠、この3つが搭載されていて、12の無印の方は広角、超広角、これがね、載っております。前回の iPhone 11と基本的には同じようなプロと無印の仕分けになってますね。はい。で、スペック面に入っていきたいと思います。でね、一番分かりやすいところで言うと、画面サイズが今回は全部違います。12 Pro Max、一番大きくて6.7インチ。で、12 Pro、iPhone 12、これ2機種ともまるっきり同じサイズで6.1インチが搭載されています。ちなみにね、この iPhone 12のミニ、5.4インチということで、一番ね、小さいサイズになっています。5G 搭載機でも一番小さい端末というふうにね、歌ってますね。もうすでに話してしまいましたが、4機種すべて 5G 搭載です。今回の目玉の一つと言ってもいいと思います。ドルビービジョン対応の HDR ビデオ撮影。プロ側は60フレーム対応。そして、無印の方は30フレーム対応ということで、一応両方対応してるけど、撮れるフレーム数が違うというふうな感じになってます。これまで撮影とかしている形式よりも、より素晴らしいグレードの撮影方式になるとは思うんですけど、正直ね、こういうのを使う人、使わない人っていうのはいらっしゃると思うので、ここはね、一つ線引きのポイントになると思います。動画よく撮る人、特にね、60フレームとかって YouTube をやってる人とか、そういう人じゃないとなかなか使わないと思うので、あんまりビデオカメラとか使わないよという人は重要なポイントではないと思います。そして、これも大きなポイントですね。ライダースキャナーがついている、ついていない。プロ側はこのライダースキャナーというのがついています。で、無印の方はついていないと。このライダースキャナーというのは光照射をして奥行きを把握するものです。なので、今流行りの VR とかにね、今後利用できるんじゃないかということになってるんですけど、この iPhone 12 Pro シリーズはオートフォーカスとか、その動画撮影時にもなんか利用ができるようになっているそうです。なので、プロ仕様の方を選ぶべき人というのは、写真とか動画とかをよく撮る人向けというような感じでしょうかね。はい。で、CPU、これは A14 バイオニックチップということで、最新のチップが載ってます。これね、4機種すべて同じです。で、バッテリーですね。バッテリーはサイズが大きくなればなるほど大きくなります。iPhone 12 Pro Max が最大20時間のビデオ再生。これビデオ再生ですからね、結構長く再生できます。12 Pro、12は最大17時間。そして、12 mini。はい、こちらは15時間ですね。
ちなみにこの15時間は先日発売された iPhone SE 第2世代、それよりも長いビデオ再生時間になっているので、それよりも電池持ちがいいんじゃないかっていうことが考えられます。今回、生体認証はすべて Face ID になりました。残念ながら指紋認証はね、搭載されませんでした。そして次、加工技術になりますが、今回からセラミックシールドということで、筐体の周りにね、特殊な加工をして、耐落下性能が4倍になりました。よく落とす人はもうウェルカムな情報ですね。筐体についてもプロとプロじゃないので分かれます。でプロの方はステンレススチール搭載で、結構キラキラした感じの筐体になります。高級感があるというかね。で一方で無印12の方はアルミニウムが採用されていますというところもあり、ここでね明確に筐体というのも差別化されています。次は耐水性です。耐水性は基本的に4機種とも全て同じですね。ただね、11プロよりもさらに耐水性は上がっていて、6メートル水深で30分の耐水性能になっています。ちなみにこの11プロの時どうだったかというと、水深4メートルで30分でした。今回から新しい充電方式、マグセーフのアクセサリーを別途購入することで、より高速なワイヤレス充電をすることができるようになりました。通常のライトニングケーブルの充電が、今回 20W 最大ということなんですけど、これもね、別途 20W 対応のアダプターを準備する必要があります。そして、今回このマグセーフを使うことで最大 15W 高速充電に対応しています。これまでのワイヤレス充電って 5W だったり、最大でも10W だったんですよね。なので、かなり高速化されています。はい、そして容量ですね。で容量は、プロ側は最低容量が128、最大が512。で一方で、iPhone 12の方は 64GB から 256 と、たくさん使いたい方はプロを選択するしかないというような状況になってますね。はい、そしてディスプレイですね。で、ディスプレイ、今回からすべて有機 EL 搭載になりました。非常に綺麗なディスプレイになったということですね。で、ピクセル数も iPhone 11シリーズと比べて増えております。iPhone 11シリーズは iPhone 11、11 Pro、2つともね、ディスプレイ輝度とか、もろもろとと差があったんですけど、今回は4機種とも基本的には横並びの性能になってます。画面の大きさによってピクセルが増えたり減ったりはしてますけど、基本的には仕様は同じと考えていいと思います。はい、そしてサイズですね。今回、かなりですね、ベゼルと言われている縁の部分が細くなりました。なので iPhone 11よりも iPhone 11シリーズと比べて、同じモデルと比べるとね、だいぶ幅が狭くなって薄型になっています。ということで、詳細はね、この画面の方に出ている数字見ていただきたいんですけど、重さちょっと見ましょう。iPhone 12 Pro Max なんと 226g です。これね、ちょっと大きくていろいろ高機能なのでっていうところはあるんですけど、ちょっとさすがに重たいかなっていう印象を持っている方も多いんじゃないでしょうか。で一方 iPhone 12 Pro 187g、割とっていう感じでしょうかね。で iPhone 12は 162g、アルミになった分プロよりも軽くなっていると。皆さん一番興味があるであろう iPhone 12 mini、これは 133g です。非常に軽い。ちなみに先日発売された iPhone SE 第2世代、はい、これ見ると 148g ということで、さらにねそれよりも軽いということになっております。非常に魅力的ですね。で飛沫耐水防塵性能ということで書いてあります。これ IP68 ですね。すべて同じです。はい、ということでカメラの方を参りましょう。でカメラの方がこれもね基本的には同じです。望遠があるかないかというところで、で大きく違うのは、今回から iPhone 12 Pro 側だけ Apple Pro RAW というのに対応しました。これはね、よくカメラなんかで使われている RAW 現像っていう言葉聞いたことあるかもしれないんですけど、後処理で綺麗にできるように元素材を撮影する方法ですね。これが今まで一眼カメラとかにあった機能を iPhone にも搭載したっていうのが Pro、それがないのが無印12ということになります。でもう一つ大きく違うところは、センサーシフト光学式手ブレ補正というのが iPhone 12 Pro Max にだけ搭載されます。で、Pro 側はデュアル光学式手ブレ補正、12および12 mini の方は光学式手ブレ補正と。なのでプロの大きいものから順番にこう、ね、手ブレ補正の差がついているという感じになります。これね、このセンサーシフト光学式手ブレ補正すごく気になる。動画なんか撮影する人はこれでかなり綺麗な動画が撮れるんじゃないのみたいな話が進んでます。でも所詮スマホなのでどこまでいけるのかというところで今ね結構話題になってますね。カメラにはセンサーサイズっていうのがあって、センサーのサイズが大きければ大きいほど綺麗に撮れると言われてます。
で、このね、12 Pro Max が一番センサーサイズが大きくなってるということで、カメラ性能をちょっとでも良くしたい方は12 Pro Max を選ぶっていう方向になると思います。あとはズーム倍率、これも変わってきますね。12 Pro Max は最大12倍のデジタルズーム、プロは10倍、12ミニは5倍のデジタルズームということになってます。ナイトポートレートに対応しているのはプロ、12ミニはナイトというような感じですね。夜間のポートレートが撮れるか撮れないかってことになります。基本あとは一緒になってますね。はい、そして次がビデオ機能です。で、ビデオ機能は今回4機種すべてで 4K60 フレーム撮影に対応しています。ドルビービジョン対応 HDR ビデオがプロは60フレームに、無印12の方は30フレームに対応しています。その他はね、基本的にはあとは同じ感じですね。フロントカメラ、iPhone はね、フロントカメラがいいですね。今メイン機で使ってる Pixel はね、フロントカメラがいまいちなんですね。これインカメラでも 4K の撮影ができます。こちらは12 Pro Max から12 mini まで基本的には同じ内容のように見受けられますね。どれも変わらなさそうです。もろもろありますけど、この辺はね、大体同じと言っていいと思います。で、一つだけ取り上げておきたいところとしては、付属品、今まさに僕がつけてるこういうイヤホン系付属してたんですけど、今回から付属されなくなりました。充電の差し込み口、あそこも今回からなくなります。ケーブルのみ付属で、本体、ケーブル、箱、そして箱もね、だいぶコンパクトになるという話になってます。で、 SIM は一応デュアル SIM、 ただし eSIM と物理 SIM、 1枚ずつの対応になってます。この辺はね、楽天 SIM をうまく使ってデュアル SIM で使いたいなっていうところはちょっとありますよね。で、コネクターはライトニングということになります。はい、ということで、ここまでね、ずっとお話ししてきたんですけど、価格的にはやっぱり12 Pro Max が一番高い、で、ミニが一番安いというところがございます。まあ、価格はね、右の画面見ていただいたらいいと思うんですけど、というところで、まあ、どういうところが違うのか、今話してきたことをざっくりまとめるとね、選ぶポイントとしてはいくつかになるのかなというふうに思います。まず一つは、筐体のデザインと大きさがどうかというところ、大きいのが好きな人、ちっちゃいのが好きな人、あとは筐体がステンレスで光沢のある方がいいのか、アルミでちょっとシックな方がいいのか、その辺で一つ選択ができると思います。そして二つ目は容量ですね。なるべく本体の方に写真とかいろんなものを保存したいという方は、もうプロ一択になります。最大512まで購入することができますけど、無印の方は256までということなので、なるべく多い容量を買いたいということはプロを選択することになります。はい、そしてね、今回悩ましい一番のポイントだと思います。3つ目はカメラでございます。で、カメラね、今先ほどもお話ししましたけど、 iPhone 12 Pro Max だけがセンサーサイズは大きい、手ブレ補正も優秀っていう風になっていて、プロになると手ブレ補正がちょっと落ちちゃう、そして無印の方になるとさらに手ブレ補正が落ちるという風な感じになっています。あと加えて言うと、12 Pro の方は Apple Raw にも対応しているので、カメラが好きな人、 iPhone でカメラで何かしたいという方はプロ側を選択する形になると思います。プロ側にはズームレンズもつくので、カメラを利用したい人はプロ一択って感じでしょうかね。あとはセンサー系です。一番最初に話したライダーセンサーはプロについてて、無印の方にはついてない。今後 AR とかそういう技術で使われるとは思うんですけど、先端に触れたい方はプロ、搭載されているプロを、まあ、別にあんまりいらないなっていう方は無印でいいと思います。で、正直またこれを使った技術とかっていうのがあんまりね、明確になってきてないので、このライダースキャナーをめちゃめちゃ活用できるかっていうと、ちょっと個人的にはクエスチョンなので、あんまり重要視する必要はないような気はしています。ということで、今4つか5つかちょっとお話ししたと思うんですけど、そういうポイントで自分がどうなのかっていうのを選んでいただいたらいいと思います。もう一つ重要なポイントとしては、発売日が違うという点ですね。無印12と12 Pro の方は10月の23日発売ですけど、12 mini、 そして12 Pro Max、 これは11月の発売になってます。なので、ちょっとでも新しいものを早く入手して楽しみたいという方は、12か12 Pro どちらかを選ぶしかないかなというところ。ちょっとでも待ってでもね、なるべく小型を持ちたい、大きいスペックの高いものが欲しいっていうとか、そういう判別の仕方もあるので、そこは自分の状況をちょっとね、うまく踏まえながら機種選定していただければというふうに思います。で、僕はどうしたいのっていうことなんですけど、僕はね、個人的には12ミニかなと今思ってます。で、ただね、やっぱり発売日にちょっとでも早く皆さんにも見せたい気もして、12にするか12プロにするか悩んでます。 iPhone 12
今ね、撮影してるのが10月19日の16時、ちょっと回ったぐらいなんですけど、実は一番低いこの 64GB モデルでも、黒色と赤色は当日配送可能なんですよ。で、僕買うなら黒色にしたいなーなんて思ってるところもあって、今ね、ちょっとめちゃめちゃ悩んでます。ピクセルも買ったとこだし、もし買うならこれをメイン機にしたいんですけど、スマホで撮影した時のデータのやり取りとかは、Android の方がかなり楽なんですね。iPhone の場合って、有線でのデータ転送中にエラーが出たりすることがよくあって、結構苦しめられたんですよ。で、特に僕、母艦が Windows なので、そういう方はね、なかなか、Android の方がデータのやり取りは楽かなというふうに感じているので、iPhone 買うべきか、どうするべきかなんて悩んでます。ということで、皆さんどうしたらいいか、もうあんまり非はないんですけど、コメントでどれがおすすめかとか、こういうポイントを気をつけた方がいいよとかいうのがあれば、ぜひ教えていただければと思います。ということで、もうあとわずかにはなっておりますが、本日は iPhone 12、仕様を見ながらどういうポイントがあるのかということを整理させていただきました。ちょっとでも役に立ったなって方は、いいね、評価、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。